した。二人きりでも二人の愛のことしか見えないっていう歌ですね。それと、もう一つこちらは岡野さんの大好きな、曲ということで挙げていただきました。リヒャルト・シュトラウスのモルゲン。明日とりあえずマイク入ってますね、はい、とりあえずはコールの何曲でした？水のほとりですね。コールは、まあ、フランスの作曲家でもカトリックの、まあ経験の信者で、そのカトリックがすごい好きっていうか、そのカトリック的な思想表現というのを曲に盛り込んだ作曲家で、教会旋風をすごい対応したことでもすごい有名な感じです。で、今日この後に演奏するメシアもカトリックの思想を表現した、作曲家で、割とその時代の違うけれどもカトリックの思想を表現した作曲家の曲を、まあ、今日は演奏しますね。はい、いろいろ同じキリスト教でもプロテスタント系とカトリック系だと結構曲が違うんですけど、まあ、このフォーレンは本当に、カトリックの、思想というか、カトリックの格調高い感じを表現している曲かなっていう感じです。ありがとうございます。そんな風に言ったら